シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。このソウルフルで、なんていうのかな、R&B のソウルフルな感じと、この歌詞のね、もう内容がグッとこう来る感じ。ぜひ大いにやっていきましょう。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンでお送りしております。フルでやりたい方、2番の歌詞とか、こう、コード進行してですね、書いて、ご自身のオリジナルの楽譜を書いてください。本当は、最後ね、キーが、愛さんのバージョンは上がるんですけど、まあ、そこはガズレレ流簡単バージョンで上がらないバージョンになってます。はい。で、動画のテロップと一緒にショートカットバージョンできた方もですね、やっぱり自分でノートとか紙に書いて、自分だけの演奏をしてみるのをお勧めしております。その時の参考になるようにガズのノートを写すんですけど、はい。いつものように解説です。この下にくるっと囲っているやつは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使うよということで、今やったシンプル簡単バージョン、上の段を弾いていきました。すごいシンプルです、曲は。はい、じゃあちょっとね、言葉がいっぱい詰まってて、これゆったりしてるんですけど、歌詞を見るとわかるんですけど、言葉がすごく詰まってるんですよね。これがやっぱり、なんつうのかな、R&B とかソウルフルな、ソウルシンガーって感じのね、感じだと思うんですけど、この言葉の乗せ方も醍醐味でございます。はい。よろしくお願いします。はい、ここなんか書いてある。こういうのも後半やる決めをちょっと入れるということでございます。はい、一時停止でちょっと見づらいって方は動画のテロップを一時停止してメモってもらってもいいと思います。はい。でここがまずサビですね。サビ。このブリッジがね、ここが熱い感じ。ここもこんな感じでちょっとワンブロックに4つコードが入ってきたりとか変わってきます。こことかね。はい。いいですか。そしてガズレレオリジナルも最後のエンディング、サビに行っちゃって、で終わったという風になってます。はい。駆け足で見ていただきました。じゃあコードの解説ですけど、今やったシンプル簡単バージョン、この、今これ隠してるの、これかっこいいバージョンでこれ1回だけ出てくるんです。はい。
これ読んでいきます。C、A マイナー、A7、F、G7、D マイナー、E7、D7、E マイナー7ということで、今日はこの9個のコードです。コード9個もあるのか難しそうだなと思った方、安心してください。この今映してたこのコードたちは、これです。ドン！ガズレレ必須コード。私が以前めちゃくちゃわかりやすい動画をアップロードしてます。ここにリンク貼っときます。このコード、ガズレレ必須コードはこの動画で覚えるのがいいですね。はい。楽しく覚えていきましょう。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンは1個かっこいいコード追加なんですけど、これはね、イントロでここに1回一瞬出てくるだけなんですよ。はい。G7 サス4ね。ちょっとこれ出しておきますね。まず押さえる場所を、まず、ね、G7 とセットで使うものなんで、G7 を押さえてください。小指見て、小指。はい、一弦のサンフレット。これ足したら G7 サス4。離したら G7。G7 サス4から、こんな感じ。イントロでこれ使います。これ1個足されるだけでございます、コードがね。だから基本的にはもう超シンプルコード。しかもこれ、愛さんご本人のキーと全く一緒ですね。CD に合わせて弾くこともできます。これは、ね、結構いいですよ。はい。そしたら、そのリズムの解説ですけど、この曲はもう、これです。ドン16ビートのチャでございますが、イントロだけアルペジオにしようかな。あ、ピアノの感じがね、出したいなと思って。まずガズペジオ。ガズペジオ、イントロのガズペジオこんな感じ。これいいでしょ？やっぱこれよく似合うんですよ。この後ワンブロック4つ入る。Am、G7、D7、D7、G7 サス4から、この辺までガズペジオに。はい。そして本編は16ビートのチャなんですけど、ここで今日ちょっとね、16ビートのチャ、2つ、弾き方を、書いておきます。まずね、ここにも書いたんだけど、ここの A メロの一番最初のところあるじゃないですか。ここの2行のところは、チャの位置が半分の16ビートのチャ。わかる？ちょっとね、解説します。まず普通の16ビートのチャっていうのは、じゃあコード、ヒード、C を押さえて、これが16ビートのチャというリズムなんですけど、このチャの位置が半分ってことはこうです。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンス、ダスカスカ、タカチカ、ダンス、ダンス、ダスカスカ、タカチカ、ダンス。チャの位置が半分、前半がないよね。今までは、ジャンジャカ、チャカチャ、ダスダスカ、チャカチャカだったのが、ジャンジャカ、ジャンジャカ、ジャンジャカ、チャカチャカ、ダンダダダンダダンダ。この使い分け。チャの位置で、チャが1個早く入んないから、これの差でいきたいと思います。まあ言うてもほとんど16ビートの普通のチャなんですけど、この前奏がガズペジオで、A メロのこの一番最初の2行だけが、16ビートのチャが半分ということでやってみようと思います。で、この曲はですね、じゃあちょっと待って。まず最初、ガズペジオと16ビートのチャの弾き方、このリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオ。16ビートのチャという動画でこの弾き方マスターしていってください。ガズペジオの方が比較的これ簡単にできる弾き方だと思うんですけど、一緒に歌うとちょっと難しいですけどね。16ビートのチャか、これがまた奥が深い。もうちょっとウクレレやってる方わかると思うんですけど、16ビートのチャってすごくね、まあ難しいっていうか、もうまあそう最高峰のレベルなんですよね。で、まずこういうの何もやったことないという方は、まず8ビート。8ビートというリズムが基本になってますから、さっきのリンク先のところにありますから、8ビートやって、8ビートのチャをやって、16ビートやって、16ビートのチャみたいな階段を登るようにマスターしていきましょう。しかもこの曲はね、ストーリー、愛さんのストーリーは、やっぱりこう、ファンキーでソウルフルで、なんていうのが、R&B 的な感じで、やっぱね、リズムがこう、跳ねてるっていうかね、腰にくるこうグルービーな感じなんですよ。こんな。一人じゃないから、タカチとドンスとタカチとバン。なんかこうね、ゆったりした、こう、グイングインこう腰にくる。心にも来る。そんなリズムをちょっと再現してみたいんです。スケール感大きくね。ガチャガチャしたイメージではなく、やってみてください。これ16ビートのチャーね、こういうのでね、決まるとね、ほんとかっこいいんですけど、やっぱり、だからこそ、ゆったりした16ビートの方が、よりなんていうのかな、まあ、難しいというかね、ゆとりを感じさせてくれる16ビートのチャーの方がいいと思います。こういう曲でちょっと、ゆったり練習してみるのはいいと思います。コードは簡単ですからね。はい、やってみましょう。そしてさっきも解説したんですけど、このワンブロックに、コードが4つ入ってきたりとか、このイントロもそうですけどね。こういうところが今までちょっと違うところ。この辺不意に気をつけてください。で、1箇所だけ、ここだな。ここにちょっと決めまではいかないけど、たーたーたー、これテロップ出しておきます。A メロの、B メロの、途中のところ、今私がちょっとそこやってみようか。B メロからいきます。ずーっと閉じ込めていた、胸のチャーミを、
次ですよ。今は確かってだんだだった A7 の時にタツタツタッ今は確かに言葉に合わせて今は確かっていう風にやりたい。だんだんだんだだん。ちょっとこれね、あんまり細かい、決めっていうんじゃないけど、こう、ゆるく決めるっていう感じがかっこいいと思うんですよ。もう一回やろうか。もうちょっと前から。胸の痛みを消してくれた。今は確かに。こんな感じです。ふわっと決める感じがクールかなと思います。はい。この曲はね、そのぐらいなんですよ。あとは淡々と16ビート、スケール感大きい、こう包み込むような16ビートで、じゃあ、こう、ゆったり、こう、体中のこうグルーブが出ちゃうような感じでやるのがいいと思います。そしてやっぱり、一応言っときましょう。皆さん分かっていると思いますけど、これはですね、歌のボーカルの言葉のタイミングとか、このメロディーラインの要素がすごく大きいんですよ。なので、4つ弾きでも、そのボーカルだけですごくこの16ビートのね、雰囲気出せると思うんですけど、やっぱその言葉のリズムとこの16ビートのチャが、こうガシッとこう組み合わさって、さらに歌詞の内容、この三位一体です。これはちょっと体現しながらね、やってみましょう。それではストーリー、愛のストーリー、ガゼレレリュー、かっこいいバージョンやってみる!1、2、3、4。これはもうね、歌詞がやっぱりグッときます。ドン。大阪でイベントですよ。無料イベント誰でも参加できます。ウクレレ持ってきてください。はい、こっちはですね、タワーレコードさんです。大阪八尾にあるタワーレコードさんでのイベントなんですけど、この黄緑色の本の発売記念イベントということでございますですね。ぜひ皆さん全国から集まってください。この八尾のタワーレコードはね、スクリーンがあるということなんで、でっかくね、額写してワイワイやっていきますよ。
ここでね、この黄緑色の本を買ってもらうとめちゃくちゃいいことがあるんで、ちょっとその辺についての詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひ来てください。9月の8日待ってますよ。はい。そしてこの黄緑色の本を含むこっちの今まで出てたガズレレ本が累計20万部突破、とんでもないことになってます。皆さんありがとうございます。さあ、これを記念しましてガズレレフェア開催中です。フェア開催店全国200何店舗かさん、ありがとうございます。で、フェア開催しているお店でガズレレ本ゲットしてくださった方には漏れなく全員にミニノートブックプレゼントプラス抽選で3名様に初めてウクレレプレゼントというね、そういうフェアになってます。ぜひよろしくお願いします。さあ、皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。